津電島株式会社は明治後期から大正にかけて存在した日本の電力会社。中部電力パワーグリッド管内にかつて存在した事業者の一つで三重県で最初に開業した電気事業者である。1897年に三重県津市にて開業。この初代津電島は1910年に 三重共同電気株式会社に吸収されるが、同社は間もなく二代目津電島へと称号を改めた。最終的に、津市周辺と伊賀地方の一部を供給区域とするが、1922年に三重県下の電気事業統合に伴って三重合同電気に統合された。電気事業の他にも1912年から都市ガス供給事業も経営していた。ガス事業者としては、 東方ガスの前身の一つにあたる、三重県の県庁所在地図市における電気事業者は、津電島という、初代の津電島株式会社は、1896年5月19日、資本金3万円で設立された。設立の中心となったのは、初代社長となった内尾の正親二代目社長となる、川北四郎兵衛ら地元の実業家で、株式募集の対象者は、 市内現住者に限られていた。社屋は津市南堀橋に建設された。電源は火力発電所であり、石炭搬入の便が良い本社裏手の岩田川沿いに設置。当初は出力3 0ットの交流発電機を1台のみ、備えた。機械の据え付け完了につき1897年3月より、試運転を始め、 工事竣行に伴い3月31日夜に無料転換を行った上で4月1日より営業開始した。三重県下における電気事業の開業は津電島が初。ただし年内に宇治山田町で宮川電機四日市市で四日市電島が相次いで開業し主要都市には出揃った。 津市に出現した電灯は、その明るさが評価され、はじめ、約320個であった。電灯需要や数は1ヶ月後2倍の767個へと、拡大した。ただし当時の電灯料金は高く、石油ランプに用いる、灯油台の、約10倍であった。発電所はその後順次拡張された。まず1900年10月に60キロワット発電機が1台、追加される。 ついで1905年10月に同景気1台が増設された。さらに1907年3月、市内での関西府県連合共振会開催に、伴い150キロワット発電機が増設され、発電所出力は300キロワットとなった。それでも、回期中は発電力が不足するため、名古屋電灯から設備を借用して会場近くに、 出力7 0ットの臨時発電所を設置して対処している。1910年初頭時点における津電東は資本金20万円の会社で社長側、北四郎兵衛一家すべての役員が津市内の人物であった。川北秀夫明治の末期になると津市への供給には津電東の他30共同電気株式会社も参入した。 同社は1908年12月8日設立。本社は、荒山郡上野町の岩倉水電社内に置かれ、大阪市内にも、支店を構えた。社長は、上野の田中善介、常務取締役は、大阪の川北秀夫で、その他の取締役、監査役も全員上野か大阪の人物であった。社長の田中善介は、岩倉水電社長も兼ねる。 伊賀上野の実業家であった田中は、1904年に、個人で、伊賀、倉水力発電所を建設し、この事業を翌年に法人化して、伊賀倉水電の社長となっていた。田中は続いて1906年に、名張川支流小連寺川の京王地形における、水力開発を志し水利権を出願、岩水電の設立を計画する。この事業には、 当時有望な電気事業があれば投資式会の供給などに協力するという営業方針をとっていたシーメンスシュッケルと電気も加わり、同社の講演によって進捗して三重共同電気の設立となった。シーメンスを代表して、同社大阪支店支配人、河北秀夫が取締役に加わり、同社日本代表者ヘルマンも顧問閣となった。また、シーメンスと係りのある、 高格は各市が支配人県議市長として入社している。定新省の資料によると、三重共同電気は1910年8月21日付で開業した。電源は、省連寺川に完成した出力 700kW の密局発電所で、その発生電力は津電島へと送電されたほか、地元名張町の配電にも充てられた。なお、発電所建設に際し、 川北秀夫が1909年にシーメンスを退職し起業した川北電気企業者が発電所その他の工事をすべて引き受けた。三重共同電気での工事は同社にとっての最初の事業で、以来川北電気企業者は昭和初期にかけて電気事業に関する工事の設計、施行、監督を各地で引き受け、複数の電気事業者に関与することとなる。 1910年6月、三重共同電機は20万円の増資を決議した。さらに役員に、川、北四郎兵衛、小島宗衛門、松本孝之助ら津連島役員を加え、8月には、支店廃止の上で本店を、津市南堀橋へと移転した。その上で、同年10月、三重共同電機は津伝統の事業を譲り受けた。津伝統は、 翌11月1日付で解散している。この事業統合は、松本孝之助の仲介によるもの。統合で一度、津電統という社名は消滅するが、翌1911年3月5日付で30、共同電機が津電統と解消したことにより復活した。この時点での主な経営陣は、社長側、北四郎兵衛、専務、川北秀夫、取締役、 田中善助、小島宗衛門、松本孝之助である。二代滅伝統成立後、まず1911年4月、55万円の増資を決議した。次の増資は7年後の1918年11月のことで、100万円の増資を決議し、資本金を200万円としている。 また、川北史郎兵衛が、取締役在任のまま19、1919年7月に、死去しており、1921年初頭の段階では、主たる、経営人は、社長側、北九代優、専務、勝和豊次郎、取締役、川北秀夫、小島宗衛門、松本孝之助、川北史郎兵衛であった。社長の川、 北九代雄は、前社長、白兵衛の女性にあたる人物で、東京日本橋大田馬町にも出展する、江戸時代より続く、木綿がは、北家の当主である。事業についてはの変化では、まず都市ガスの供給開始が挙げられる。1912年10月15日、津田東は、ガス部を設置し、津市内にて、ガス供給を開始し、電気、ガス経営となったのである。 当初の需要や数は478個で、10日としての利用が8割、熱源としての利用が2割であった。ガス工場は、つ地松の下に所在。工場には、密局発電所を補助するための内燃力発電所も、併設された。三重県下の主要電気事業者供給区域図。緑色の部分が、津電等の供給区域1921年には、 既存区域から離れた南西地方の島群、なきり村にも進出した。もともとなきり村では県議会議員の松井千恵門により電気事業の計画が進められ、1919年に認可を受けていたが、この話を聞いた津電島の川、北九代夫が自社で引き受けようと申し出てたのが、南西進出の端緒。1920年9月1日、 資本金5万円にて、津市南堀橋に、なきり電気株式会社が設立されるが、津電島では1921年4月、開業を待たず同社の事業を継承した。その後、津電島では年内に、ガス力発電所を完成させて、なきり村への供給を開始している。なきり村へと進出した1921年は、三重県下の主要事業者の統合が進展した年でも、あった。 当時の三重県知事、山脇春樹の首相による統合計画は、津電島、松阪電機、伊勢電機鉄道三社の合併という形で話がまとまり、1921年11月27日株主総会での合併議決、翌1922年2月2日停審章の合併認可と手続きが進行。同年5月1日、三社の新設合併による新会社、 三重合同電気株式会社が発足し、同日付で、津電島を含む旧会社3社は解散した。なお、津電島では合併議決と同日に147万5千円の増資を決議し、合併までに増資の登記を終えている。三重合同電気設立決定後の1922年1月、津電島が長郡主生村を流れる川上川にて建設していた。 川上発電所が運転を開始した。これにより、津電島の水力発電所は、未極発電所と合わせて2カ所となっていた。1921年6月時点での津電島の電島電力供給区域は以下の通り、蒸気地域を供給区域として、1921年度末時点では、電島については、 需用化36,025個に対し計67,379棟を供給、電力については計564.9キロワットを供給していた。なお、これらの地域は1951年に発足した中部電力の供給区域にすべて含まれている。1921年3月の時点でガスの供給区域は津市と阿納郡新町であった。 当時の需要家は663個で、透過や熱、動力として利用された。土地区のガス事業は、三重合同電気を経て1930年に合同ガスへ移された。さらに2003年になって合同ガスは、東方ガスに吸収され、この地域へのガス供給は、東方ガスに引き継がれている。1921年6月末時点で、津電島は、三重県内に4カ所。 合計出力1 5 3 0ットの発電所を運転中で、さらに2箇所、合計出力4 4 8ットの未完成発電所があった。これら6発電所の概要は以下の通り。津電島の6発電所のうち出力が最も大きいものは密極発電所である。所在地は長郡密極村大和座省レンジ。三重共同電気時代からの水力発電所であり。 1910年8月に運転を開始した。淀川水系の河川で名張川支流にあたる商連、寺川に建設された。商連寺川に園庭を設けて1.9立方メートル毎秒を取水し、川の左岸に沿った約4.0キロメートルの水路で60メートルの有効落差を得て発電する仕組み。発電設備として、ホイド製のフランシス水車とシーメンス製の 交流発電機、各2台を備え、7 0 0ットの発電所出力を持った。発生電力の周波数は 50Hz であったが、三重合同電気発足翌年の1923年5月に変更されて 60Hz となった。合同電気以降は、東方電力、中部配電を経て1951年以降は、中部電力に帰属したが、1965年4月正連時、 ダム建設に伴い水没するため発電を停止し、翌1966年5月20日に廃止された。代替として、三重県企業庁により1970年に整備されたダム式の小レンジ発電所が存在する。津電島2番目の水力発電所は、川上発電所である。所在地は、長郡主政村大技川上。1920年4月1日寄港の後、 1921年11月26日に春光、春高1922年1月26日より、発電を開始した。淀川水系川上川に園庭を築いて、最大0.724立方メートル前秒を、取水し、川の左岸に沿った約1.8キロメートルの水路で78.3メートルの有効落差を得て発電する。このように取水は、川上川からであるが、 発電所建屋は、川上川が合流する前深瀬川右岸に立地する。発電設備は、エッシャーウイス製のフランシス水車及び、日立製作所製交流発電機であり、400キロワットの発電所出力を有する。未局発電所と、同じく発生電力の周波数は 50Hz であったが、1923年5月に、60Hz へ改められている。 1937年3月以降は、アホ発電所と称する。合同電気、東方電力、中部配電を経て1951年以降は、中部電力の所属となっている。初代津電灯時代からの火力発電所は、津発電所と称する。津市南堀橋の本社裏手、岩田川沿いに立地。1897年4月1日の初代津電灯。 開業とともに運転を開始した。常実のように、まず出力3 0ットの発電機が取り付けられた。後、1900年10月6 0ット発電機、1905年10月同型機、1907年3月1 5 0ット発電機という順で増設が重ねられた。翌1908年の段階では、ボイラー3巻、蒸気機関4台、 炭素交流発電機4台という設備構成である。発電機は 30kW 機が三好紹介製、他の3台が芝浦製作所製。また、発生電力の周波数は 30kW 機 120Hz、60kW 機 100Hz、150kW 機 60Hz と統一されていない。1918年時点での設備構成は、ボイラー二間。 蒸気機関3台と 60kW 発電機2台 150kW 発電機1台であり、発電所出力は 270kW に減じている。燃料は石炭。三重合同電気の資料によると1924年6月に発電所廃止届が停止省へ提出されている。津電島のガス力発電所は、出力 240kW の第1、ガス力発電所と、 出力3 2 0ットの第2ガス力発電所の2カ所が存在した。前者については、津第に発電所とも、地末の下の実社ガス工場に併設されていた。第1ガス力発電所は1916年の運転開始。第2ガス発電所は、低新省の資料によると1919 19年下期の稼働が確認できる。 いずれも吸入ガス機関を原動機とする発電所で、第1ガス力発電所は、川北電気企業社製交流発電機、第2ガス力発電所は、日立製交流発電機を1台ずつ備える。発生電力の周波数は、双方とも 50Hz。燃料は、第1がコークス、第2が回端である。 三重合同電気の資料によると1925年4月に第二ガス力発電所の廃止許可申請が停止章へ提出されている。一方第一ガス力発電所は1928年6月に廃止となった。1921年に津電島が島郡なきり村に進出した際村内に用意した発電所はなきり発電所という。 低新省の資料では1921年下期の稼働が確認できる。吸入ガス機関を原動機とするガス力発電所であり、シーメンス製交流発電機を1台備える。発電所出力は4 8ットで、周波数は5 0ルツ。燃料はガスコークスが用いられた。三重合同電気発足後の1923年3月。 ウ方変電所とウ方タ送電線が完成した。これに伴い変電所からの配電に切り替えられたため、なきり発電所は廃止された。当日市会議長で、1907年11月より、辻長当日市会副議長。辻の合商側、北九田勇家の分家筋にあたる指導氷衛屋当主で、米国、肥料省を家業とする。三重県下で、 有数の実業家であり105銀行頭取りなどを務める。1903年東京帝国大学校科、大学卒、高信合同電機にて副社長を務める。ありがとうございます。